織田由香さんのブースにやってきました。米田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、早速ですが、どんな会社なんでしょうか。弊社は米油の製造と健康食品、あと美容素材の原料を作っている会社になっています。ですね。さあ、そして今回ご紹介いただける商品がこちらですか。はい、はい、こちら、フェメベリーというものになっていて、植物名でいうとストロベリーグアバエキスになっています。女性特有のむくみや冷え性の改善を、目的とした、素材となっております。これなんかパッと見、はい、果物だったんですか。最初は果物です。もう果物そのものをもう、粉砕して抽出して、でそこに不経剤入れて、まあ、パウダーにしてきているっていうものになってます。このストロベリーグアバ、まあ、聞いたことなかったんですが、出会いって何だったんでしょうか。8年前に高橋さんという方が、まあ、伊豆の方で趣味で栽培されていて、ストロベリーグアバをぜひともまあ製品化してほしいというお声掛けがあったのが出会いになっています。そんな面白い出会いがあったんですね。でもこれだいぶ研究長くかかりましたか。そうですね、いろいろ宿泊してかれこれ7年ぐらいですかね。本格的にやり始めてからも2年ぐらいかかってます。米田さん、データ結果なども結構出ているんでしょうか。あ、出てまして、これまでの素材っていうのが、まあ、血管を、まあ、広げるみたいな作用をメカニズムとした素材が出ているんですけれども、今回のそのストロベリーグアバフェムベリーに関しては、血液をにフォーカスして、いろいろデータを取ってまして、いわゆる、まあ、血液がドロドロになってしまうのを防いでくれるよっていうデータを取ってます。まあ、そのメカニズムとして、このような血小板の凝集抑制作用というのを見ていて、実際にそのストロベリーグアバを 100mg 摂取した被験者において、このような血小板の凝集を抑えてくれるよっていうデータも取れています。血液がサラサラになると冷え性改善だったりっていう効果も見られるので、まあ、実際に4度の桶に1分間手をつけていただいて、はい、そこからまあ30分体温回復を見たデータになるんです。まあ、ストロベリーグアバエキスを 100mg 摂取していただいた群において明らかな体温上昇の変化が見られています。だいぶ、ね、赤いですね、はい、摂取した方が、はい、この体温回復以外にも弊社では、末梢血流に及ぼす作用を見ております。で、末梢血流っていうのが、この人差し指のこの爪の下が一番よく見えるんですね。で、実際に社内の女性ボランティアにご協力いただいて、ストロベリーグアバエキス 100mg もしくはストロベリーグアバが入っていないプラセボを、摂取していただいて、どのように、まあ、血流の流れが変わるかっていうのを試験しています。プラセボ群と比較して、まあ、ストロベリーグアバ摂取群において顕著に血流の流れが改善することが明らかとなっています。あとは足における水分量を比較した結果になるんですけれども、ストロベリーグアバを摂取していない群においては足の水分量がアップしたのに対して、ストロベリーグアバを摂取した群においては、まあ、水分量が減少した、つまり、まあ、むくみが改善される作用があるっていうことが明らかとなっています。なるほど。さあ、ではこのフェムベリー、どういった方に活用というか使用していただきたいなと思いますか。やっぱりむくみとか、まあ、冷え性の改善を目的として商品開発しましたので、女性にメインとして使っていただきたいなというふうに思っています。もう本当に、ね、ひょんなきっかけからこのフェムベリーが生まれて、これだけの、ね、改善というか効果があるものですので、これから多くの方に知っていただきたいですね。はい、米田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。